始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組です。今回はですね、こういった流れでお届けしていきます。まずは会社説明、そして5クエスチョンズ、5つの質問に答えていただいて、最後に就活生が本当に知りたいあの質問、こういった流れで展開していきます。では今回のゲストです、ジャスラックの森宗さんと後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではまず森宗さんから簡単に自己紹介お願いします。はい、私ジャスラックの人事部の森宗と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では後藤さんお願いします。はい、私ジャスラック人事部の後藤隆生と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ちょっとお二人のプライベートな一面も知りたいななんて思うんですけども、どうでしょうか。森宗さんはお休みの日はどんな風に過ごされてますか。そうですね、私結構お酒が好きなので、なんか皆さんとこうパーティーしたりとか、お酒飲みに行ったりとか、そういうことをよくやってますね。楽しそうですね。なんか、後藤さんはどうですか。なんか今の後すごく言いづらいんですけど、すごくインドアなんで、もう家で引きこもって映画見ること多いですけど、週末は音楽好きなんで、やっぱりライブを見に横浜まで行ったりしてました。もしかしたらこう両極端のお二人なのかしら。どうなんですか、ね、ないと思いますけど ね。インドアとアウトドアな、ちょっとお二人でお届け。インドアです。インドアですか。あら、インドアということですけれども、はい、じゃあ今日はそんなインドアなお二人とお届けしていきたいなと思います。では早速本題に入っていきましょう。まずは会社説明をお願いします。はい、ではジャスラックの企業説明させていただきます。改めまして、私は人事部の森宗と申します。2012年に新卒で入社いたしまして、最初の5年間は福岡県にあります九州支部で、主に飲食店で音楽を使うよっていう時のライセンスの窓口となっておりました。で、次の5年間は大手レコード会社さんが CD とか DVD を作る際の窓口という仕事をしておりました。で、2022年度から人事部で働いております。どうぞよろしくお願いします。はい、私もですね、先ほどお話しさせていただいたんですけども、人事部の後藤隆生と申します。2017年に新卒で入社しまして、最初のキャリアとしては、横浜支部、そこからですね、2年間働いた後、4年間那覇支部という、沖縄県の部署の方で働いておりました。昨年から人事部に配属されてですね、今2年目となります。本日はよろしくお願いします。はい、ではまずですね、私たちのプロフィールをご説明します。一般社団法人日本音楽著作権協会というのが私たちの正式名称になるんですけれども、英語名の頭文字を取ってジャスラックと呼んでおります。設立は1939年となりますので、実は80年を超える組織となっております。職員数は約500名でして、使用料収入、これは一般の会社さんでいう売上にあたるところなんですけれども、それが約1300億円集めているという会社になります。はい、続きまして、ジャスラックのミッションについてご説明します。ここは、ジャスラックが何で存在するのかという、重要な箇所になります。音楽の著作物の著作権を保護し、合わせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること、これがジャスラックのミッションとなります。噛み砕いてご説明すると、音楽の著作権の管理をすることで音楽文化を発展させていこうよということがミッションになります。もう少し詳しくご説明します。この図をご覧ください。と、左側がですね、いわゆる作詞家作曲家といったクリエイターさんで、右側が音楽ユーザーさん、これは配信事業者さんであったり、放送局さん、コンサートプロモーターさんと多岐にわたるんですけれども、で、音楽ユーザーさんが音楽を使いたいと、自身のサービスに音楽を使うという時に、じゃあ音楽クリエイターさんの連絡先とか一つ一つ調べて使うたびに連絡するのかっていうと、それちょっと難しいお話になるかと思います。逆にクリエイターさんもそういった問い合わせをどんどん受けてしまうと、創作活動に専念できないという問題が生じます。そこでジャスラックの出番となります。このようにジャスラックがクリエイターさんとユーザーさんの間をつなぎます。まずクリエイターさんから著作権をお預かりして、で、ユーザーさんにライセンスをお出しする。その対価として使用料をいただきまして、その使用料をクリエイターさんに分配すると。で、ちなみにこの分配する際に管理手数料というものをいただきまして、ジャスラックの運営費に充てていると、こういうビジネスモデルとなっております。こうすることでクリエイターさんはジャスラックにさえ権利を預けておけば、創作活動に専念できるし、一方でユーザーさんはジャスラックにさえ申請すれば簡単に音楽が利用できるよということになりまして、いわばですね、音楽利用のインフラのような役割を私たちは果たしております。
その他にですね、海外にもジャスラックと似たような著作権団体存在しまして、互いのレパートリーを管理し合いましょうという契約を結んでおります。そうすることによって日本でも海外の楽曲が適法に利用することができますし、一方で海外でも日本の楽曲が適法に利用されるよと、そういう仕組みを築いております。このようにですね、世の中でたくさん音楽が使われまして、でそれが著作物使用料として正当にクリエイターさんの対価となって、でクリエイターさんはそれをまた新しい糧としてですね、音楽を新しい音楽を世の中に生み出していくと、こういうですね、創造のサイクルをどんどん回して音楽文化を発展させていこうというのがジャスラックのミッションとなります。ではですね、このミッションを達成するためにジャスラックがどういう組織体制でやっているのかというのを次にご紹介します。こちらのスライドはですね、ジャスラックの仕事分類となりまして、ジャスラックの部署が載っておりますと、たくさんあるんですけれども、ざっくり言うと、クリエイターさんと関わる部署と、ユーザーさんと関わる部署、あとはいわゆる総務、人事、経理といったコーポレート、大きくざっくり分けるとこのような分類になります。次にジャスラックの事業所の一覧についてご説明します。ジャスラックはですね、東京本部にあるんですけれど、本部に東京があるんですけれども、全国の主要都市14カ所にですね、支部を置いております。こうすることによって各地のコンサート利用だったりとか、飲食店での音楽を利用する際のライセンスをお出しすることができ、きめ細やかな著作権管理ができるという体制を築いております。で本来であればですね、全部署のご紹介をしたいところではあるんですけれども、本日お時間限られておりますので一例だけご紹介します。ネットメディア部という部署ございます。ネットメディア部はですね、名の通りインターネット上でのですね、音楽利用のライセンス窓口となる部署なんですけれども、皆さん今配信で音楽楽しむような方多いかなと思うんですけれども、配信事業者さんと JASRAC とが契約を結ぶことによって、エンドユーザーさんが著作権のことを気にせずにですね、コンテンツを楽しめるという仕組みを作っております。続きまして、使用料徴収額の推移についてもご説明させてください。これはいわゆる一般の会社さんでいう売上にあたるところなんですけれども、2020年度からですね、特に配信での音楽利用が非常にですね、増えまして、でまたコロナ禍も明けてですね、コンサートも復調しているということで、ここ数年ずっと上り調子で来ております。で過去、去年の2023年度はですね、過去最高の1371億円を集めたということで、まだまだ成長の伸びしろのある業界ですよということをお伝えしたいと思います。最後にですね、次世代のですね、著作権管理の取り組みについて、2つの事例をご紹介させてください。1つはケンドリクスというサービスになります。これはブロックチェーンを用いた楽曲管理システムとなりまして、今作曲してですね、インターネットで公開するっていうのは作家さん増えているかと思うんですけれども、どうしてもですね、楽曲の無断利用とかなりすましとか、そういった不安っていうのがあるんですけれども、ケンドリックスは最新技術を用いてですね、そういった不安を解消するというサービスになります。もう一つがですね、 GDSDX というサービスになります。これはですね、海外の団体とジャスラックとが協力してですね、作ったサービスになります。これは世界でですね、たくさん配信で音楽が使われているんですけれども、じゃあ具体的にどういう楽曲が使われたのかという楽曲の特定をですね、より効率的にしていくというシステムになります。これはですね、配信で世界中で音楽が使われるよということで、国際的な団体間の連携が求められるという必要性に応えたものになります。これはジャスラックとアジアの団体がスタートさせたものになるんですけれども、ゆくゆくは世界中で使われることを目指しております。このようにですね、ジャスラックは時代の変化にですね、対応しながら新しい事業にも挑戦しております。最後に夏季就業体験プログラムのご説明させてください。ジャスラックですね、8月と9月に 2days のオンラインで、音楽の著作権ビジネスといって音楽の著作権管理のビジネスって一体どういうものなのかということを学びながら、グループワーク等を通して体験できるというプログラムを考えております。ぜひご応募いただければと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。さあ、ではここからはいろいろとお話伺っていきたいと思います。では今回のトークテーマを見ていきましょう。こちらです。全部で5問ご用意しております。お時間許す限りお話伺わせてください。では早速最初のテーマ、こちらです。
どんな取り組み方法によって音楽業界を支えているのっていうところなんですけども、やはりこうジャスラックっていう言葉皆さん聞かれたことあると思うんですが、どうやってこう音楽業界を支えてらっしゃるんでしょうか。はい、とですね、さっきの企業説明でもちょっとお話ししたんですけれども、ジャスラックはまあいわば音楽利用のまあインフラみたいなような存在でして、音楽を使いたい、サービスで使いたいっていう人たち世の中たくさんいると思うんですね。例えば放送局さんだったり、配信事業者さんだったり、まあ、飲食店での生演奏とかもそうです。で、じゃあ実際その音楽を使うときにクリエイターさん許可を取ろうとすると、個々人に連絡するのってすごく難しいと思うんですね。で、一方でクリエイターさんもそういった問い合わせをどんどん受けてしまうと、創作活動に専念したいのにそれどころではないということなんですね。なのでジャスラックが間に立つことによって、ジャスラックが管理、著作権を預かりして、ユーザーの皆さんにライセンスを出しすると。そうすることによってユーザーさんは、ジャスラックにさえ申請すれば簡便に音楽が使えるし、クリエイターさんもジャスラックにさえ権利を預けておけば収入も得ることができるし、何でしょう、事務手続きなんてせずに集中して創作できるよと、こういう仕組みによって音楽業界を支えております。いわゆるそれぞれのニーズに対して、こうジャスラックさんがこう仲介されてるっていう認識で大丈夫ですかね。そうですね。はい。音楽業界って聞くとどちらかというとこう音楽を作る人とか、届ける側っていうのを、私の中ではちょっとこうあれ印象付けたんですけども、その著作権管理を通して、いわばこう作る人たちを守るっていうお仕事なわけじゃないですか。はい、どういうやりがいがあるんですかね。そうですね、おっしゃる通りですね、作るっていう、いわゆるなんかこう音楽をクリエイトして世の中に届けるっていうものではないんですけれども、なので私たちはですね、やっぱりやりがいとして、著作権、なんて言うんでしょうね、新しいサービスにせよ既存のサービスにせよですね、音楽を使いたいっていう人たちがいっぱいいるわけですね。で、私たちはその音楽を使うなっていう団体ではなくて、音楽をたくさん使ってください、適本にたくさん使ってくださいっていう団体なんですね。なので、そうする、ジャスラックが著作権のライセンスを出しすることによって、世の中にたくさん音楽が使われますと。で、その使われたものが使用料となって、クリエイターさんに分配されます。で、クリエイターさんはそれを糧に、また新しい、創作活動で新しい音楽が出ますという、このサイクルを回していくっていうのが、ジャスラックの仕事の一番の楽しさというか醍醐味かなと思っています。ちょっと先ほどのお話のこのミッションに今のってつながるのかなって思ったんですけど、その音楽の文化の発展に寄与することっていうことなんですけど、具体的にどういうことでその発展に貢献されてるんですかね。これですね、何をもって音楽文化の発展にするかっていうのはすごく難しいんですけれども、やっぱ私たちとしてはですね、クリエイターさんを守ることによって新しい音楽が世に出ることがまず第一かなと思っておりまして、というのも、音楽を作りました、で世に出ました、ただ全く見入りがありませんでしたと、使用料を得られませんでしたとなると、それはなかなかまた次に新しい作曲しようっていう意欲は起きませんし、また若い世代の人たちも、もう作曲家ってなんかご飯食べていけない職業なのかなみたいな、そうなるとコンテンツっていうか作る音楽なくなりますよね。そうすると音楽を使いたいユーザーさんにとっても非常にこれ困ったことになって、例えば放送局で音楽使いたいって言っても、もう新しい音楽そんなありませんよ、なるとこれは言ってしまえばあんまり楽しくない世の中になってしまいますよね。なのでそういうことが起きないように、クリエイターさんを支えて新しい創作物が世に出ますと、でその創作物がまたたくさん世の中で使われますということ、これが音楽文化の発展につながると、私たちは考えています。こう難しさでもありながら、きっとそれが皆さんにとってのやりがいになってるんですかね。そうなんですか。そうですね、まさにその通りだと思います。ジャスラックの仕事って結構地道な仕事も多いんですね。なので中にはこの仕事だけ取ってみると、いわゆる音楽業界で働いてます、文化のために働いてますっていうほどの実感は得られない仕事っていうの中にもあったりはするんですけれども、でも全てそういった仕事っていうのはさっき言ったお話につながってくるんですよね。なので私たちのやっぱりやりがいの一つというか、かなり大きな部分を占めてるんじゃないかなと思います。また私が小さい頃ってCD を買って曲を聴いてたのが
今ちょっと先ほどの説明にあった感じでこう配信インターネットがやっぱりどん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 進化して配信で聞いてる方がもう主だと思うんですけど、やっぱり曲の聴き方もこの数十年でどんどん変わってると思うんです。まあ、いわばこう音楽業界を取り巻く環境が変化してる進化してるって状況だと思うんですけど、御社はそれに対してどういうふうにこう取り組まれてるのかなっていうのを聞きたいんですが。はい、ありがとうございます。まさにですね、まあ、音楽利用の変化っていうのはすごく、まあ、最近激しいです。ただ、まあ、音楽を楽しむっていう行為自体は絶対になくならないものではあるんですけれども、その方法とかがどんどん変わってきていますと。で、ジャスラックさっき申し上げた通り音楽を使ってほしい団体ですので、何かこう新しい音楽、こういう音楽の使い方したいんですっていう話をユーザーさんから受けた時に、あ、それはちょっと前例にないのでできませんみたいな話はできないんですね。やっぱり私たちとしては使ってほしいと。でも一方でクリエイターさんの対価ともちゃんと考えた上で、そしてユーザーさんの利便もちゃんと考えた上で、そこのルールメイキングをすぐにする必要があるんですね。なので先ほどおっしゃっていただいた通り、どんどん音楽の聴かれ方とか需要のされ方っていうのは変わってるんですけれども、そこをですねちゃんとキャッチして、でそこに対応する、なんていうんでしょうね、クリエイターさんの利益もちゃんと守るし、一方でユーザーさんの利便もちゃんと使いやすいようにするしっていうところの調整を早く判断して対応するということをやっております。じゃあかなりスピード感を持ってやられてるっていうことなわけですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ということでジャスラックさんの事業について伺ったところで、では続いてのテーマに行きたいと思います。こちらです。ジャスラックでこそ実感できる仕事の面白さ、そして難しさはっていうところなんですが、どうでしょう、御社だからこそ実感できる仕事の面白さと難しさは。はい、とですね、仕事の面白さなんですけれども、一つは先ほどちょっと申したルールメイキング的な話になると思います。音楽がどうやったら簡単、より何でしょう、皆さん簡単に使ってもらえるか、一方でちゃんとクリエイターさんの、利益も担保するかっていうところはしっかり考えた上でルールを作ると。でそのルールを作る際もそうなんですけど、やっぱ交渉事って非常に大事なんですね。なのでちゃんと人の話を聞いて、どういうニーズがあるかというのを答えながら、一方で私たちも言わなければいけないことはやっぱ主張していくと、そういう交渉がですね、やっぱうまくいくときとかうまくいかないときあるんですけれども、そこのうまくいくときはすごい面白いときであるし、一方で難しいのはそういった調整事が多いっていうのがすごい難しいところかなと思います。でそこの交渉っていうところがキーになってきてるっていうところなわけですよね。はい、でまたちょっとお二人はこう現場での経験もたくさんあるということで、音楽ユーザーに関わる業務をやられていたっていうことなんですけど、はい、この音楽ユーザーに関わる業務って聞いただけだと、はい、何なんだろうって今思ってるんですけど、どういうことなんですかね。そうですよ、音楽ユーザーさんに、ライセン、正しく言うと音楽ユーザーさんが音楽を使いたいっていう申請を受けた時に、あ、使っていいですよというライセンスを出しする、その代わりに対価として使用料をいただくというのが、音楽ユーザーさんに対する仕事なんですけれども、これいろいろありまして、普通に例えば音楽使いたいですと言って申請を受けて、で、あ、いいですよと言ってライセンスを出して使用料をいただくっていうのもあるんですけれども、中にはですね、例えばジャスラックのことを知らないとか、著作権手続きの手間って知らないっていう方もいらっしゃいますので、そういう人たちにはちょっとこういうものがありましてというのを、一方的に説明するだけだとやっぱ相手もちょっと心を閉じちゃうので、ちゃんと相手の話も聞きながら、ちゃんとこういうのが必要、著作権料っていうのが必要なんですっていうようなものをご説明して使用料をいただくというような仕事になってます。森宗さんでいうと、例えばその飲食店でっていうことだったので、その飲食店でその曲を流したいですっていう方に向けてそういうことをやられてたっていうことですよね。後藤さんの経歴見ると横浜支部とか那覇支部ってことだったんですけど、これどういうお仕事、簡単で大丈夫なんですけど、どういうことやられたのかなと。もう本当にですね、今森宗の方から説明があったようなことをですね、もう変な話ですね、管轄場所によって違うみたいな、そういうイメージですね。なので私も、横浜の時には神奈川県内で行われたイベントで音楽を使いたいとか、同じようにお店で音楽使いたいとか、そういう、問い合わせに対して、丁寧に説明して、手続きまでいただいてみたいな、そういう管理的な業務をしていました。なるほど、ありがとうございます。でまたこうどういう仕事においてもですけど、失敗っていうのは許されないですけど、中でもこのライセンスの管理ってなんかこう頭を使いそうというか、かなり負担がかかりそうなお仕事だななんて思ったんですけど、なんかお二人が働く中で今だから話せる失敗談みたいなのって、なんか言える範囲で大丈夫ですけども、あったら教えていただきたいななんて。
そうですね、失敗談としては、まあ、私たちってその音楽ユーザーさん相対するときって皆さんそれぞれのやっぱ事情みたいなのがあるんですね。例えば私とかは最初の5年間は九州支部で飲食店さんを主にお相手してましたけれども、次の5年間はレコード会社さんなんですね。で、同じ音楽ユーザーさんっていう括りなんですけれども、全然やっぱ立場は違うんですね。で、例えばレコード会社さんでいうと、やっぱりプロの世界にいらっしゃいますから、非常に詳しい方いらっしゃるんですね。で、ただですね、そこに詳しいと思ってですね、ちょっとそこにあぐらをかいちゃって、なんかこう説明が不足したりすると、いやそれはちょっとやっぱ言ってもらわないと困るよみたいなお叱りを受けたりすることもありまして、やっぱそこを失敗談としてあって、やっぱり相手がどういう人であれ、どういう立場にあって、どこまでのことを理解しててみたいな、相手の理解をするっていうのはすごく重要なことだなというふうに思いました。確かに。後藤さんは何かあったりしますか？私もう失敗だらけでしたね、本当に。ただ何て言うんですかね、もう具体的なことっていうよりは、もうやっぱり最初の方ですね、やっぱりうちの仕事ってその音楽の権利をこう扱っているので、やっぱり変な話、その物があるわけじゃないので、手続きに関してなかなかこの理解いただくのが難しかったりしたんですけども、その中でどうしてもその手続き、法律で決まってるから手続きしてくださいみたいな、そういう説明をしてしまっていた時期がありまして、ただやっぱりそういう時に尊敬できるような先輩からですね、そうじゃないと、やっぱりうちってそのクリエイターの権利を守ってる、なんで、手続きをしていただくことによって、クリエイターの、生活の糧になるような、使用料ですね、そういったところに分配がいくことによって、もう今手続きしてもらったことで、どんどん好きな曲が聴けるんだぞみたいな、そういうやっぱりクリエイターに対してのちょっと、意識が低かったみたいなところが最初失敗ではありましたね。お二人の、失敗談、そして現場のお話を伺ったところで、じゃあちょっと続いてのテーマに行きたいと思います。続いてのテーマこちらです。音楽エンタメ好きじゃないと活躍できないのって、まさに今私思ってるんですけど、やはり音楽業界さんですから、先ほどの話もそうでしたけど、やっぱこう詳しくないと結構厳しいんじゃないかななんて思うんですが、実際はどうですかね。じゃあ私の方から回答させていただくんですけども、ただの前提としてですね、やっぱり音楽、エンタメ好きな人がめちゃくちゃ多いです。私も大学時代はずっともう学業ほどほどにですね、バンド活動に熱中してたりですね。森宗さんもあれですよね。私合唱やってました。なんでやっぱりその音楽を、通ってきた人はやっぱり多かったり、実際音大出身の方とかでも同期にいたりするんですけど、ただもちろんですね、音楽の知識が前提でその活躍できるできないはもう全然関係ないです。もう変な話、私の先輩でもカラオケで歌うことが好きだみたいな、全然音楽は詳しくないしそんな好きじゃないみたいな先輩もいたりします。じゃあ何かしらでちょっと音楽に興味があるなみたいなのは、もしかしたら前提として必要かもしれないですよね。そうなるとどうですか？そうですね、やっぱりシンプルにですね、働いてて音楽に触れる機会がすごく多いので、音楽好きだとより楽しいと思います。ちょっとさっき現場の話触れていただいたので、やっぱり横浜で働いてた時はですね、私全然ジャズに詳しくなかったんですけど、横浜のジャズの街だったので、すごいジャズが好きになったりとか、沖縄で4年働いた時はですね、琉球民謡にすごく詳しくなったりとか、もう先輩で三線習い始めた先輩とかいたりしてですね、なんですごく音楽好きだと、活躍の機会が増えるみたいなところはあるかもしれないです。なるほど、それがもしかしたらこう活躍するために求められるスキルにもなってくるかもしれないですよね。そうですね、割とそれにつながるところといえば、好奇心がすごくいろんなところにこうアンテナ伸ばせるみたいな人はすごく活躍しているイメージがありますね、会社で。いかにこうのめり込められるかっていうか、夢中になれるかっていうところがキーになってくるかもしれないですけれども、まさにそうだと思います。とはいえこう現段階でそこまで音楽に詳しくなくても問題ないのかなみたいなのを思ったんですが、やはり著作権管理を仕事にしていくわけですから、入ってからは結構こう技術のブラッシュアップ、知識の向上っていうのは求められるのかなって思うんですけど、どうですかね、そういった知識をブラッシュアップするために会社として何かサポートとかっていうのはあったりするんでしょうか？はい、
かなりの研修制度は充実していると思います。私もスタートですね、経済学的なことをずっと学んでいたので、もう著作権の知識、法律の知識は全然なかったんですけど、なんなら民法の単位を落とすぐらいのですね、あんまり法律に疎かったといいますか、そういうところはあったんですけど、入社してからですね、かなり研修でサポートしていきますし、本当にですね、著作権に関する知識はベースがゼロでも本当にちゃんと活躍していただけるように、こちらでもサポートしていきますので、そこはご安心いただければと思ってます。なんかちょっと、ね、失礼な話かもしれないですけど、はい、多分見てくださってる方、はい、きっと後藤さんの話で安心してくださってる方結構多いんじゃないかなと思って、はい、そこまで知識とかそれほどなくても、はい、ちゃんとサポートしてくれる環境があるよっていうことなわけですよね、はい、そうですね、単位を落とした方がいいとかそういう話ではないのでわ、はい、かりました。あとちょっと一つ気になったんですけど、就活生って海外で働きたいなって思ってる方も多いかなって思うんですけど、3年前に国内外への MBA 制度が導入されたっていうことなんですけど、それはなんかどういう理由で導入になったんですか？はい、ですね、おっしゃる通り3年前かな、海外留学制度、国内外の留学制度を立ち上げまして、でこれはですね、先ほどもちょっと申し上げました通り、例えば配信事業者さんとジャスラック等で契約を結びますという時に、配信事業者さんって中にはすごく、ワールドワイドに活躍されているすごくグローバルな大企業だったりするかと思うんですけれども、そういう人たちの経営者がいてどういうことを考えているのかっていう、もちろんジャスラックの経営のことも大事ではありますけれども、世の一線で活躍している人たちの経営者がいてどういうことを考えているのか、どういうことを学んできているのかと、そういうのはやっぱり知った、学んだ職員がいるっていうのは非常に重要なことだろうというふうに考えまして、こういった制度を立ち上げたというものになります。まさに仕事において必要な知識だからこそ、その学べる環境を用意していますよっていうことですかね。そうですね、まさに、はい、国内外の留学、主に MBA になるんですけれども、経営と一見ジャスラックの著作権管理っていうそのままにはちょっと離れてるものかもしれないですけれども、やっぱり必要だよねということで会社が用意しているものとなります。ありがとうございます。ではちょっと続いて4つ目のテーマに行きたいと思います。こちらです。中の人から見たジャスラックの社風カルチャーはっていうところなんですけど、今日お二人に会うまではですね、ジャスラックさんってなんとなく会社的にお堅い感じなんじゃないかなって思ってたんですよなんですけど、今日お二人に出会ったら結構アットホームっていうかラフな環境なのかなって思ったんですが、どうですかね。そう思っていただいてると嬉しいです、嬉しいですねでも確かによく言われます、堅、はい、いんじゃないかみたいなのは。社内は、社内はそうですね、確かに真面目な人、やっぱり著作権扱うので真面目な人は確かに多い気はするんですけど、それと先ほど森宗からも話があったようにですね、結構うち交渉事が多いので、話が好き、コミュニケーションがすごい好きな人が多かったりしますね、あとはそれこそ音楽好きな人も多かったり、あとは割と挑戦するみたいな、そういう意識が強い人が多い気がします。なるほど、ちょっと社風今伺いましたけども、二人が働いてて、うち働きやすいなとか、入社できてよかったななんて思う瞬間ってあったりしますか？森宗さんあります？働きやすいと、働きやすい分、さっきのカルチャーとちょっとつながるんですけど、やっぱ人はですね、当たりの優しい人が多いです。もちろん好奇心がとても強かったりとか、結構キレのある人っていうのもいるんですけれども、基本的には皆さんざっくりと優しい人が多くて、面倒見がいい人がすごく多いです。そういう人たちに囲まれているので働きやすいっていうのもありますし、制度としてもですね、なんて言うんでしょう、有給とかも取りやすいので、もちろん仕事は忙しくはあるんですけれども、何かすごく仕事に忙殺されて、もう目いってしまうみたいなことはなくて、基本的には大変なこともあるんですけど楽しく仕事できてるかなと思ってます。お二人の話今聞いてる感じもそうですし、お二人と話をさせていただいてる感じもすごくアットホームだなって先ほども私言いましたけど感じたんですけど、どうですかね、会社の人とプライベートでもそれこそ森宗さんがお好きなお酒を飲みに行ったりですとか、そういうことってされることあるのかななんて思ったんですが、どうですか？ですね、たまに帰りが一緒になった人と飲むっていうことは結構あるんですけれども、何か強制的に飲み会があってそれに参加せねばみたいな、そういう文化は全然ないんですけれども、職員同士で何かご飯食べに行ったりとか、
いうことは全然ありますね。どうですかね、後藤さんもこうプライベートで会社の人とこう仲良くしてるみたいなのもあったりしますかね。もうめちゃくちゃありますね。本当にそれこそやっぱり音楽好きな人が多いんで、なんか会社入るまではこのバンド好きな人って自分しかいないんじゃないみたいな思ってたバンドに5人ぐらいでライブ遊びに行ったりとかですね。で結構今日仕事終わりこのライブあるんですけど行きませんかみたいな話を先輩とかにすると、なんで先にチケット取ってくれないのみたいな、もう絶対行くよみたいな、そういうのも結構多いですね。やっぱこう音楽つながりで好きなものがこう合致して一緒にこう遊びに行ったりとかっていうことがあるわけですね。結構はい、あります。ありがとうございます。まあ、その今社風だったりカルチャーについて伺ったんですけど、そういったことを踏まえて御社にこう合ってるなっていう人物像、向いてるなっていう人物像ってなんかどういうものですかね。はい、やっぱりですね、うち一つの部署で完結する業務って本当に全然なくてですね、それこそクリエイターに関わる部署とユーザーと関わる部署、それをつなぐ部署があるようにですね、一つの、いただいた使用料を、クリエイターに分配するのにもいくつも部署をまたぐので、本当にチームワークといいますか、共同する力みたいなのはすごく、必要としていますし、実際そういうところはうちの会社の、カルチャーじゃないですけどすごく重視している人が多いと思います。ただその一方で、やっぱり音楽って新しい使われ方がどんどんされていくので、本当にミーハーじゃないですけど、すごい新しいことにどんどん挑戦していこうみたいな、そういう人が多い、活躍してますね。協調性があっていろんなところにこのアンテナを張ってる方が向いてるかな、みたいなところですかね。もうまさにその通りです。はい、ありがとうございます。まだまだお話伺っていきたいんですけど、次が最後のテーマでございます。最後のテーマはこちらです。プライベートと仕事は両立できるっていうところで、先ほどちょっと森宗さんからすでに出ていますけれども、どうですかね、両立できてますか。両立できてるかなと思います。、後藤さんどうですか、できてます。いや、もう両立しかできてないですね。なんかそんな感じしますけども、他の社員さんを見た時もなんかこう両立できてそうだなみたいなのを感じますか、どうでしょうか。そうですね、皆さん充実、プライベートも充実されてるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこう私たち、音楽業界でもありますので、やっぱ自分の好きなものがあるっていうのはすごい強いかなと思います。なんかこうやっぱ前向きになれますし、そういったところでちゃんとプライベートでも自分を成長させて、で仕事でもそれを生かしてっていうようなことがうまくできている人多いんじゃないかなって思います。今両立できてるってお話あったんですけど、その働きやすい環境を支えるための例えば制度だったりとか福利厚生っていうのがやっぱりじゃあ充実してる感じなんですかね。そうですね、例えば今プライベートの話出ましたけど、例えば子育ての話とかになりますと、育休制度もちゃんと整っておりまして、女性がそういったものを取るっていうのは当然あるとしても、男性の育休っていうのもすごく増えておりまして、なのでプライベートってそのいわゆる遊びの部分もそうですけど、家庭の部分でもですね、両立しやすいような制度っていうのはできてるんじゃないかと思っております。なんかお二人がもしあればでいいんですけど、これまで利用してよかったなみたいな制度ってあったりしますかね。福利厚生ですか。ちょっと面白い制度があるんですけれども、文化活動補助みたいなのがあってですね、うなずいてますね。じゃあそれは、ちょっとかなり特有かなと思うんですけれども、そういう文化活動的なものにちょっと補助金が出るっていうのがありまして、で私九州にいた時にですね、相撲が好きな同僚後輩がいまして、その人がですね、誘ってくれてですね、支部のみんなで九州場所を見に行くというようなことをしてですね、あれすごく面白かったですね。なんかうちならではの福利厚生だなというふうに思いました。補助も出るし、しかもこうみんなでこう行けるし、そうですね、みたいな、学びもきっとあるでしょうし、っていうところですよね。なんかあったりしますかね、そういう感じ。なんですかね、もう本当にアットホームみたいなところをさっきからもう言っていただいてるんですけど、本当に有給がそもそも取りやすい環境っていうのがもう割とですね、ありがたいと言いますか、本当になんていうんですか、ただ有給が取りやすいイコール仕事が少ないっていうわけでは意外となかったりして、本当にですね、より1円でも多くクリエイターのために我々としても仕事をしているので、なんていうんですか、本当にみんな短期集中で本当に自律的に働いてるみたいな、なんで本当なんですかね、本当いろんな制度ありますけど、割とその休みを取りやすいっていうところがすごく個人的にはいいかなと思ってます。やるときはやる、集中ときはするとき、集中ときはするし、休むときは休むっていうことなわけです。はい、
ありがとうございます。ということで5クエスチョンズでした。ではここからは最後のコーナーですね。就活生が本当に知りたいあの質問に移っていきたいと思います。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について業界別アンケートを実施して、その中からピックアップした一問についてお話しいただこうというコーナーでございます。今回こちらです。将来どのようなキャリアを描いているのというところですが、いかがでしょうか。はい、キャリア、まずどうしようかな。ジャサラックのキャリア、どういう職員が一般的にどういうキャリアを歩んでいくかみたいな、ちょっと教えてください。いいですかね。はい、ジャサラックはですね、総合職となりますので、さっきの説明で結構いろんな部署の図があったと思うんですけれども、これはですね、ジョブローテーションしていきます。でまあですね、絶対って決まってるわけじゃないんですけども、最初新入職員は支部で著作権管理の基本を学ぶで働くということが多いです。でその後はどういった部署に行くかっていうのは、会社に希望を出したりとか面談をしたりっていうことはあるんですけれども、そこを踏まえて決まっていくということになるんですね。でっていうのが、ジャスラックの、キャリアですね、ローテーションの制度でありまして、はい、でじゃあ私の話っていうと、はい、私は最初九州支部に5年いて、次はレコード会社さんを相手にする部署に5年います。で2年前かな、人事部におりますと。でなので今からやりたいことは、やはり人事部としてですね、皆さんがより働きやすい制度であったりとか、なんか研修制度だったりとか、そういうものをですね、充実させて整備して、みんながより働きやすいようにしたいなというふうに思ってます。でただジョブローテーションあるので、人事部ずっと人事部にいるかというと、そうではないですね。でじゃあその後どうしたらいいかっていうのを、私の中ではクリエイターさん側に対する部署にちょっと興味があるなというのがありまして、今までは過去10年間はユーザーさんを相手にする部署、今はいわゆるコーポレート、職員をと相手にする部署なので、次はクリエイターさんを相手にする部署にして、ジャスラック全体をまず、分かっている、職員になれたらなというふうに思ってます。いろいろジョブローテーションすることで、こう真のプロフェッショナルを目指していきたいっていうことなわけです。そうですね、はい、ありがとうございました。ということで、あっという間のお時間でございまして、今回、はい、お話を伺いましたけれども、ではここでですね、視聴者の皆さんに今後の選考フローについてお願いいただけますでしょうか。はい、分かりました。ですね、まずジャスラックはですね、先ほどもちょっと申しましたが、8月と9月に夏季就業体験プログラムというものを予定しております。ジャスラックがさっきルールメイキングとかいうような話したかと思うんですけど、どのように使用料を決めてるのとか、クリエイターさんにどういうアプローチしてるのかとかいうことをですね、具体的にグループワークとかをしながらですね、学んでいけるというようなプログラム、 2days のオンラインで考えております。選考型にはなるんですけれども、この8月と9月にありますので、まずはマイページに登録してエントリーシートをご提出いただければなというふうに思っております。ご応募お待ちしております。はい、ありがとうございます。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。